星間かよちゃんです。どうぞ。この後ね、また歌いますね、皆さん楽しんでてくださいってことね、はい、でも楽しんでそうで何よりです、ねね、えーからイエーイ、ありがとう。ちょっとね、いつ始めてないからちょっとタイミングが全く分かんないんだけどね、ちょっと確認してくるね、ちょっと待っててね、イエーイ。あ、大丈夫かな、大丈夫かな。はい、OK だそうです。というわけで登場していきましょう、カオルさんと、そして次回次の出演者ですね、名古屋あゆみです。これか。行きます。ちょっと待って、いや、唐突な休憩だったので私も今、ってやってます。実はね、私が一番あの不慣れチームの中で練習をしてないんですよね。実は、はい、本当に。だからちょっと前奏どんなんだったっけとか思ったりしたりしてますけど、目を見れば大丈夫。これで入れちゃう。結局ですね。了解です。あ、でもうまくできるか、ちょっと私もアコースティックは初めてなので結構ね、緊張とかもしてるんですけど、あの、知ってる曲だったら一緒に気持ちよくなってくれたら嬉しいなと思います。 ありがとうございます。オレンジ、私のイメージカラーです。ありがとうございます。オレンジです。山赤くないかい。これオレンジちゃん、これ黄色ちゃん、それはそれがオレンジやで。これこっちか。はい、では声優チームの名古屋あゆみと申します。改めましてよろしくお願いいたします。じゃあ私の方は赤ます。はい、見てください、明日春が来たら。名前呼び続けて
緊張が乗ってしまいましたね心配したな、ちょっと、ああここやばいなって実は楽屋でちょっと自分で練習しながら思ってたんですよ。実はちょっとね、私のこの練習の音源が入ってるやつが今ツイキャスでちょっと使わせていただいているので、もし見てくださってる方がいたらありがたいですはい、というわけで1曲目は松たか子さんの明日晴れが来たらでした。結構ね、今もね桜も咲き始めてるので、今日はちょっと春っぽい曲にしたいなと思って選んできました。2曲目は辻彩乃さんの風になるという曲です。この歌もすごい好きなので選ばせていただきました。爆風が飛んでいきそうだよ、すいませんね、よしよし、カオルさんの口数が減ってきました私喋っちゃう、喋っちゃっていいよし頑張るぞ、いきます。忘れていた目を閉じて取り戻せ恋の歌、青空に隠れている手を伸ばしてもう一度、忘れないですぐそばに僕がいる、いつの日も星空を眺めて
もう練習不足だったわっていうところドキドキしちゃった。いや、ずっとドキドキしとるもんね、私ね。実家全然ないですもんね。全然もうだんまり。あれじゃないですか、ちょっとキヨちゃんのところでいっぱい喋ったから今だいぶその疲れもギャンみたいな、いやみたいな。もういいよ、喋って。でもね、私ちょっと今ね、お水飲みたいなって思ってるんですよ。あ、じゃあ、あ、間違えた。あ、いいよ、飲んで。え、なんで飲んで。あ、そっち、え、どういうこと、あ、そこ、ここに、ね、お水持ってきてるんで、お水飲みたいんですよって言われて、あ、喋らなあかんと思ったけど、私がお茶取ろうとしちゃったんだよね。どういうこと、どういうこと、一緒に飲みます、代わりに飲んであげようかなって思ったかもしれない。代わりに、カオルさんが代わりに飲んだところで私の喉は潤されるのか。まあそういうことだよね、いいよ、早く飲んでいいよ。飲んでる姿もかわいい。単純に私があの恥ずかしさが増すってだけです。よし、じゃあこれが最後ですね。まさかここでこの絵が聴けるとは思いませんでした。この曲は、次の曲はですね、昨日あのアニソン系の声優シンガーのライブに出させていただいたんですが、その時はあの一応コラボ者を呼んできて歌って踊ってやってた曲になるんですが、その曲をですね、せっかくなのでこのアコースティックバージョンでやってみたいなということで、カオルさんにお願いしました。それじゃあいいですか、私も頑張ります。じゃあ聴いてください、走れ。走れ走れ、今はまだ勇気があった。
が先に出るかっていう、あれあれってなっちゃったね。楽しかった。これもね、アコースティックの醍醐味だと思うんでね、うん、って言っておきましょう。はい。ありがとうございました。長いみでした。おつさまです。おつさまです。おつさまです。次の方呼んだらいいですかね。行ってみましょうか。はいよ。おー、次の人。ありがとう。